オッパは？オッパもお仕事行っちゃった。いただきます。パンがふわふわなんですよね。高級お菓子じゃないですか、日本の。あ、でもちょっとあれが。ありがとうございます。味噌スープだ。味噌スープは何本あってもいいですからね。じゃあまたどこかで会える日を楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、YouTube 見ますよ。ごちそうさまでした。どうも。元気でね。ありがとうございます。いやー、この飯森さんのお宅で3日間泊まらせていただきましたね。ご飯もいっぱいごちそうになりました。お土産まで持たせていただきました。もうありがたいですね。そして僕はこれからプラハに向かってヒッチハイクを行くのですが、ヒッチハイクしやすい物件までちょっと歩いていこうかなと思います。さあこれからだいたい車で言うと5時間くらい運転した先にチェコのプラハに行こうと思ってるんですけど、さすがに今の時間からプラハはきついんで、その間にあるバンベルグというところまで行きます。高速道路のガソリンスタンドまで乗っけてもらいましたね。さっきのところちょっと厳しすぎましたね。でも誰かにこういういい感じのとこまで乗っけてもらえるのを期待してましたが、ようやく来れましたね。Thank you very much. Oh, thank you. めちゃくちゃなんか美人な人が乗せてくれるって言ってるよ。Thank you. Where are you from? Germany?No, from Czech Republic. Oh, really? Yeah. So, yeah, that's where you're heading to. So, we're Czech. So, waited for 3 hours. And sometime raining. So, oh my god. But, so, it was very good because I met you. Yeah. Thanks to the waiting. How long have you been on the gas station? Yeah. She's speaking English. Wakame soup. Miso soup.Miso soup, first time. Our first time. We're so excited to try it. We're so excited and hopefully it's going to be amazing. It's going to be, it will be amazing. Thank you. Thank you. Makiba-san, 役立ちましたよ. Yeah, it's all. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you very much. Safe journey.Yes, ありがとう。ありがとう。バイバーイ。バイバーイ。Oh, that's very sweet.
いやどこ連れて行かれんやろ思ったら普通にサービスエリアでしたね。いやでもありがたい、かなり進みましたよ。まあ今日行きたい距離は当初目指してた地名とは違いますけど、でもほぼ行きたい距離は稼げたかなという感じですね。ニュルンベルクの近くのサービスエリアまで来ました。ニュルンベルクのサービスエリア、ヒッチハイクの後のバーガーキングが一番うまいね。靴磨き世界一周ヨーロッパ編100日目なんですが、今日はニュルンベルクのサービスエリアですねに、このギリコンクリートのところに移動式バッグを、移動式ベッドを敷いてですね、眠りたいなと思います。まあ周りにはもう誰もいないですね。一応まあやばいやつが来てもこのどこにでも逃げ切れるんでね、草むらの戦いは僕強いんで多分逃げ切れると思います。セキュリティ的には安全です。あまり映ってるわ。天然のプラネタリウムが見えます。今日もこの野宿に適したリルワンスターを着てですね、快適な睡眠を取りたいなと思います。おやすみなさい。それでは夢の中で会いましょう。天然のプラネタリウムや。